はい。皆さん、こんにちは。ネクセニコーシのカキです。えそれでは、私の方からですね、え司法試験、予備試験、合格のためのいろはというね、そういうタイトルで、まあ、約45分から50分ぐらいのね、え感じでお話をしていこうかなというふうに思いますので、またね、最後までご視聴いただければと思います。はい。えいうことで、まあ、早速、レジメに従ってね、お話ししようかなと思いますけれども、まあ、合格するというね、そういう、まあ、一応、最終目標ですね、えそれに、まあ、至るために、まあ、何をしていったらいいのかっちいうね、そういうお話、いうのをね、お話していきたいと思います。で、一応、想定してますのがね、 から始まっていくまあ入門講座ですね。一応まあ先取りクラスだったら2月の憲法から始まるという感じになりますし、まあその後ですね春からのまあ一応合流ということもね春からがまあ一応本体になりますけれども、その入門講座でのね一応お話ですね入門講座でどういった勉強していくのかそういったところもね中心にお話をしていきたいなと思います。はいまずは合格目標ですね。一応私のクラスで学習するということについて基本的に2年コースですね。これを想定していまして、まあ一応2024年ですね。 えー、これの予備試験に合格するというのを一応目標にはすることになりますがまああのロースクール経由でね司法、えー、試験の、まあ、一応受験資格を得るという方に向けては、まあ、これは2023の表題浪入試ですねこの辺りの合格というのをクラスの目標としてね運営していきたいなと思っておりますじゃあ何から勉強したらいいの、ねえー、とりわけですねあの試験科目としては担当とこ論文ねこれがあるわけでじゃあどっちからやったらいいのかなとかねそういう話とかあるいは合格するのに、まあ、どのレベルまでね必要なスキルと 持っていいかかななきゃいけないのか、ね、どんなレベルで、ね、合格していくのか、その合格ラインとかのお話、それからです、ね、じゃあどれ、そこに行くためにどういう勉強したらいいのかという方法論ですね、そのまあ3ついうのを、ね、中心に今日はお話をしていきたいなというふうに思っております。はいえー、まずはじゃあ何から勉強するかという、ね、論文と担当とまあ2種類、ね、試験があるわけで、まあ、予備試験でいけば口述ということで3種類目があるんですが、口、まあ、述試験については、ね、担当の延長という、ね、そういう形でもなんとかなるかなと思うんですが、じゃあ何から行くのか。 まあ担当と論文どっちだということで、まあ、結構、ね、えー、予備校によっても大きく分かれるのかなと思うんですが私はこれは論文から行くべきという、ね、そういうふうに思っておりますでなぜかというと、まあ、ここの論文の知識というのがいかに、ねえー、結構重要になるのかというところのお話をしていきたいと思いますが司法試験の出題範囲がこれぐらいあるとマックスは実は担当試験の出題範囲というのが非常に大きいと。 いう感じになりますでそうすると大和賞を兼ねるじゃないかと思う方もいるかもしれませんが全然大和賞を兼ねる関係になっていませんむしろ論文の方が大和賞を兼ねるじゃないけどね、えー、論文で学習していることというのが実は担当の中心の部分になりましてでなおかつ論文の必要知識を抑えているだけでも担当の得点の55%程度まではたどり着くと。 いで、これがすごく意味を持ってくるはずなんですね。で、担当の勉強をやみくもにやってたって、まあ、どこが出てくるかわからないところはあるんですけども、論文で出るところをまず優先的に押さえていけば、これによって担当のベース点が出来上がるんですよね。で、そこに合格ラインですね、えー、予備試験でいけば、まあ、理想的には80%まで持っていきたいところではあるんですけれども、えー、そこを目指すためには、 プラスアルファの上積みで済むんですよね。論文の必要な箇所に加えて、プラス25%ぐらいをなんとか取れれば、えー、これで担当の合格というね、えー、それが見えてくるということになってくるので、従いまして、まずは論文からというね、えー、こういうお話、えー、これは実は、 ね、え、急がば回、まあ、れじゃないけどもね、え、論文用の知識をかしっかりと身につけるということによって担当のベースラインですね、これが出来上がるよと。で、なおかつ担当の合格にもね、近づいていくと。こういう話になってきます。で、これ逆は成り立ちませんのでね、え、担当の勉強していれば論文に役立つ方は全くと言ってほど役立ちませんのでね。え、なので、まあ、どっちか順番で早く合格するのであれば論文から行けというね、こういう話になってくるというふうに理解していただけるといいかと思います。で、さらになんですけれども、論文というのはすごく 深い理解がいります。自分の言葉で書くんでね、えー、単なる突き焼き場で書いて済む問題ではありません。ねえー、ちゃんとこうだからこう、こうだからこうというね、えー、これを納得しているからこそ書けるというね、えー、これが論文になってきます。それに対して担当試験 悪いい方すれば、マルカペ結果が判断できたらいいんでね。えー、最悪、まあ、鉛筆転がしてですね、えー、そのぞ、ね、なんだ、六角鉛筆のね、えー、その六角の1から6のどれでいくかとかね。えー、その、まあ、それでも最悪いけてしまうんで、えー、担当試験中いうのは、まあ、はっきり言って、薄っぺらい知識ですね。これでなんとかなります。それに対して論文というのは自分の言葉で書かなきゃいけない。ということはどういうことですかっいうと、習得するのに時間がか,かると。こういうことになります。 だからこそ論文を先にというねこういう感じです。 なので、やはり論文からいけというね、えー、こういう風な指示になってくるというか、論文からやった方がいいよというね、えー、そういうアドバイスというね、えー、これになってくるかなというところです。はい、ということで、まあ、1年目からしっかりと私のクラスですけども、論文を意識します。もう論文の、えー、解き方というのを1回目の講義から意識してね、えー、その解き方を踏まえてインプットするという、そういう効率のいいね、えー、勉強の仕方というのをね、皆さんにはお勧めしていくという予定だと思ってください。でなおかつですね、えー、2年目の、まあ、勉強ですね、1年目というのはこれは れ入入門講座とそれから入門講講講座座座ととそからについていてるる論論文文基礎力養成等連という論文書く、ね、講座があるんで、すががこれ2年目はというと、問題を実際にガンガン解いていくというね、そういう講座が2年目始まっていきまして、ここは合格答案作成講座というね、そういう名前がついています。この2年目までの論文のそのフルパックのね、その構造ですけども、そこの主要講座いうのをね、全部梅田で、私の方がライブでやっていくというね、そういう一貫指導というね、これがまあできるところになりまして、 科目ごとでバラバラ先生言ってることかとかね、えー、そういう心配ないですしね、えー、入門とね、2年目で言ってることが違ってるやないかとか、それもないですから。なので、まあ、はっきり言ってまあね、えー、論文用のまあ知識をしっかりと身につける。で、えー、担当のベース性にも当然なっていきますし、えー、それからね、えー、時間のかかる深い理解のところですね。これをじっくりじっくりね、えー、2年かけて、まあ、できたらまあ入門段階でも早くね、身につけられるかなと思うんですけれども、まあ、あの、2年かけてね、しっかりと深くね、えー、自分の力にしていただけるのかなと。ということで、論文をまずやりなさい。 というね。そんな話になってくるかと思ってください。じゃあ、論文の合格。ね。えー、担当の合格には先ほど申し上げましたけども、だいたい8割ぐらいですね。えー、予備試験ではまあ必要になってくるというところはありますけれども、じゃあ、その、えー、論文に対してはどうなのかというところでありますけれども、実は論文の合格ラインというのは、実はものすごく低いと言ったらね、えー、具ありますけれども、そんだけでいいのっていう、そんなレベルです。具体的には500点満点のうちの250点ですのでね、だいたいね。もうあれば安全圏です。なので、 半分取れればいいというね、そういう試験になります。ただ、その半分取るのに、まあ、宿泊しているのがほとんどの受験生というね、えー、こういう感じになっているのが現状の司法試験です。なので、ポイントを押さえてしまえば、これはかなり点が取りやすくなると。じゃあ、どこの辺がポイントかなちゅうと括弧のに、えー、何が必要かというところなんですけども、まあ、パンフレットなんかでもね、えー、申し上げてますが、当事者目線と条文のからの検討ですね。当事者の立場でものを考える。 それから条文に則っ,って考える。この2点ですね。えー、これが論文突破にもう本当に欠かせないね、えー、本質的な力かなと。で、困ったらここ、ね。困った問題が出たらここに立ち返れというね、えー、そんな感じになってくるところでありますが、この当事者目線と条文至上主義という発想で、まあ、どんな論文でもね、えー、基礎的なところまでは確実に取り得るというね、えー、そういったものになってくるかなと思います。はい。これも言い換えるとですね、えー、実際に実務に出てね、ね弁護士とか、まあ、裁判官とかで仕事をするにあたって、 のまあ、必要最小限の知識ですね、えー、ここがまあの、事例問題がね、出てくるとは、まさにこのね、実務で使うというのを予定し,予定してるからでありましてね、えー、実際にまあ、やっぱり事件ね、えー、扱っていくとなると、えー、目の前のね、相談者がいて、でその相談者が有効事実ですねね、えー、旦那が浮気したとかですね、まあそういった話をまあ聞いてですよ。で、えー、その話を聞いた上で、じゃ法的に何ができるかというのを考えるね、えー、当事者のまずは言いたいことをね、ね、えー、やりたいことというのを聞いて た上でそれが法的にできるかどうかのジャッジをするね、えー、そこがまあ弁護士の仕事だったりしますしで裁判官はその当事者の申し出た裁判ですね、えー、そこに対して法的に通るかどうかのジャッジをするというねまあ、基本的にやっぱ当事者と条文ありきこれが事例問題ですなのでね、えー、条文と当事者というね、えー、そこからまずはしっかりとマスターしていこうというね、えー、こういう勉強方法が必要なところになっていきますはい。 まあ一応担当の合格は後回しで結構です。後回しじゃない。担当への勉強はね、えー、まだ後回しで、まずは論文からというね、えー、こういう感じにしていてください。まあ論文は一日してならずというね、えー、そういう、まあ、言葉が、言葉じゃないけどね、えー、そういうまあ一応ね、えー、文字理の言葉がありますんで、ね、えー、そこはまあ担当の合格よりもまずは論文です。えー、論文ね、身につけるのはすっごく時間かかりますんでね、えー、そこはまず論文の力いうのをしっかりと身につけようというね、えー、そういうふうに思ってください。はい。 で、え、担当に関してのお話が、括弧の2の2つ目のコム印ですね。まあ、論文力付き次第でいいと思うんですけども、えー、担当は先ほども申し上げたとおり、幅が広いんでね、不正確な10の知識を入れるぐらいならば、1の正確な知識ということで、もうとにかく正確性重視ですね。えー、正確性重視というね、え、これが論文の後の担当の勉強に関してのね、え、注事項、え、重要、注意事項に、ね、なってくるかなと思います。はい。 えー、で論文を突破する上で、ね、えで、ー、当事者の立場で丈夫にのっとって考えるという、ねえー、そういうまスタンスなんですけども、まあ、得点は先ほど申し上げましたけども。 一応の水準と言われる、ね、そのラインに実はなります。50点満点の25点が一応合格ラインではありますけれども、そこに近い、ね、法務省で紹介している一応受験生の答案ラインですね。法務省のホームページを見ると書いてますけれども、一応受験生の答案を優秀答案と良好答案。 一応の水準等案、不良等案と4つに分けてます。で、一応の水準というのが、これが42%の得点ラインというふうになってますんでね、42%でギリギリ揃えていくとちょっと合格しませんのでね、42%を超えて、その1個上の両好がだいたい6割弱のラインなんですけども、6割弱の 間ですね。4割から6割のところをちゃんと取るというね、これが必要なスキルになってくると、こう思ってください。じゃあ、どうやったらここ安定していけるかというと、何が出ても条文を使いこなす。当事者の立場で紛争を解決するというね、えー、そこの、まあ、当事者と条文というね、えー、このスキルをしっかり身につけるというところが大事になってくるかなというふうに思ってください。はい。で、そのスキルを、まあ、5つにね、ちょっと分解はしましたけれども、あのー、よくね、えー、なんかこう、 能力のこうスキルですね。これなんかこうね、えー、いろんな五角形とか六角形でこう紹介するようなね、えー、なんかこうスポーツの番組とかあったりしますけれどもね、まさにそれです。えー、法律の論文を書く上では、この5つのスキルですね。まずはこれ具体的な事例問題が出ますんで、事例の把握。これがミスってるとどうしようもありません。えー、事例把握力というのはね、これも基礎中の基礎と。 ただし、まあ、高校生、卒業レベルかな、それぐらいの国語力があれば大丈夫かなということで、事例の把握ですね、これができたらまずはいいかなと。で、続いて必要になってくるのが、法的思考の部分です。で、これ何かというと、事実をもとに法、法条文ですね、条文に乗っけて考えていくと。 こういうスキルでしてね、例えば条文で窃盗罪っていうのがあったりするんですけれども、他人の財物を摂取したってこう書いてるんですよ。で、問題文の事実の中で、ね、A が B の、ね、家に勝手に入って、でえー、炭素の中からこの、ねえー、宝石を盗んで、でそれでなんかを持ち去ったとかね、こう書いてあったら、その事実のどれが他人の財物にあたるか、どれが摂取にあたるのかとか、そういうふうな条文の当てはめですね、えー、条文にまずはね当てはめていく、そういう法的な思考というのが欠かせないぞと。 で、そうやっていくうちに、条文に当たるかな、どうなのかな、というのがちょっと微妙になってくるのがあります。ここが応用力。なりましてね、えー、当たるかどうかどうするか、まあ、ちょっとね、えー、知ってる知識から推理するとかね、えー、その条文の背景に遡ってね、えー、条文の趣旨から考えていくとかいう応用ですよね、えー。これが次に求められていくという部分になっていきます。はい。で、さらにこれらを、考えたことを文章化するということで、文章力。 で、その文章を、まあ、自分で最後まで書き切るというね、書きたいことを書くんじゃないです。論文というのは、 試験 E に対してのラブレターと思ってください。で、ラブレターだからってね、えー、そんなラブレター的なことをほんまに書いたらね、それはそこそね、ダメですけれども、まあそうじゃなくて、えー、とりあえず聞かれてることを答えなさいっていうのが論文だと思ってください。えー、論文で出題者がね、これに対して答えてくれって言ったのに対してね、えー、これ、まあ A に対して答えてくれに対して、全く関係ない B 持ち出したら、そはダメですよね。えー、足し算しなさいって言われてるのに、掛け算して書いたらね、これは全然ダメですので、えー、なので、聞かれたことに答えろよっていうね、この自己統制です。で、えー、どうしても勉強してるとね、 勉強したことを書きたい書きたいという自己中心的なね、えー、そういう発想になってくるんですが、ちょっと待てと。ね。相手が望むことを書けなんでね。えー、なので、自己統制をして、ちゃんと必要なことを書くというね、えー、こういうスキルいうのをね、持っていただければいいかなと思います。はい。ということで、まあ、これらの、えー、スキルいうのはね、まんべんなく、まあ、全部5にする必要はありませんのでね、えー、まあ、3から4に全部揃えていければね、えー、合格ラインになってくるかなというふうに思ってください。5段階評価でいくとね、まあ、全部5を揃える必要は全然ありませんので、まあ、5段階評価の 3から4、まあ、多少2があったとしても、ね、えー、他のところでカバーですね、えー、それでなんとか一応の水準を超えるというところになりますが、実を言うと、一番大事になるのはここです、ここの2つ。 次に大事っていうのがこの文章で最後まで書き切るというね、そんなところになるでしょうかね。えー、なので、まあ、こことここいうのは、まあ、普段からの勉強でなんとかね、身につけられるところですのでね、えー、ここでもうミスらないようにしていく。ね、ここのところできるだけ5に近づけると。で、えー、このあたりをまあ、3から4にして応用ね、えー、出たとしたらまあ、応用でね、解けなかったとしてもそんなね、えー、一応の水準切るなんてことはないんでね。えー、なので、応用力というのはまあ、できたら取れたら OK。で、 自己統制力もあれたらいいな、というね。そんな感じのところですのでね。なので、まあ、応用力と自己統制力というのは、まあ、2から3でも大丈夫。ね。文章力も3ぐらいあれば大丈夫。ね。大学生ぐらいのね、文章力あれば大丈夫です。で、事例の把握力と法的思考力ですね。このところで、まあ、4から5というね、そのスキルを持っていければね、それでいいのかなというところになります。はい。ということで、まあ、これらをいつの間にか講義の中でね、なんか知らないけどね、聞いてるうちになんかマスターできてたわっていうね、なるといいですし、論文試験は、 もう一個重要なところですけれども、六法が配布されます。えー、六法全書というね、一応試験用の六法がありますけどね。なので、まあ皆さんが普段勉強で使うような六法ですね。これを持ち込むのはできませんけれども、その六法が、まあ、対応されるんでね。 対応される六法を見て、ある程度のことが書けるというふうになれば、これは鬼に金棒な,なわけですよ。条文を見るだけで、条文の必要な知識がバッと出てくるというね、えー、それぐらいになってくると、非常にレベルとして上がってきます。まあ、今のね、えー、その、えー、条文見て、この法的思考力の基礎知識ですよね、えー。これが出てくるなんてなってくると、もう本当に早いですね。えー、合格までね、もう、 寸前と言ってもいいぐらいね、そんな感じになると思います。なので、まあ、いかにこの条文というのをね、大事にするかと、まあ、ここが、ねえー、短期合格のためのもう超ポイント中のポイント中ね、そんな感じになるのかなと思ってください。はい。 さあ、そういうことで、それらをじゃあ、どうマスター寸年んんというね、その話を次のページ以下で、えー、まとめていきたいなというふうに思います。はい。まあ一応これはもうクラスのね、えー、おすすめしている勉強方法というね、えー、そういうことにはなってくるんですけれども、もうとにかく1年目から論文力という、この目的意識は絶対に忘れずにね、えー、やってほしいなというふうに思います。えー、それはどういうことかということなんですけども、1年目の、まあ一応講座というのは2つあります。 インプットこれが入門講座と思ってください。で、もう一個、アウトプットということで、論文基礎力養成等連ということで、実際に論文の問題を解いていくというね、えー、そういうまあ一応講座と二本立てと思ってください。で しっかりと論文を身につけるんだというねその意識で1年間やっていきましょうまあ1年目でしっかりやってる人の方が2年目以降も伸びますんでね1年目でサボった方はもう2年目以降もねどうしようもなくなっていくというねだんだんこうね乖離していきますんでなのでまあ1年目しっかりというねそういう風にやっていきましょうで1年目なんですけれども私の入門講座はどんな感じっていうねそんな話ではありますけれども問題解く感覚でも皆さんには勉強してもらいます例えばですが民法であれば1回目からね問題の解き方をお話し ます。例えば原告の立場で言いたいことを考えなさい。で次に被告の側で反論を考えなさいとかね。えー、そういう感じで問題を解くという風なスキルをまずは皆さんに伝授しますんでね。で、えー、それをもって当事者間の言いたいことと反論これを考えていくという風な感じになります。はい。まあ、ちょっとですが具体的な例を挙げておきましょうか。はい。えー、A さんが土地これ土地だと思ってください。えー、平行四辺形で書いてるのは土地。なんかね、えー、これを所有していまして。 これを B さんに S 売った売却と思ってください。で、売却したんですけれども、うわ、騙されたということで、詐欺を理由に契約を取り消したと。しかし、取り消した直後に B が C に転売していて、もうすでに土地はここにあると。 いいう感じだだと思ってください、はい、この事例で、まあ、予備校によってはこの詐欺取り消しと第三者の関係という、そこだけ着目してね、でえー、これについてどうするかみたいな、その論点に1本絞ったような検討というのを、ね、やるような感じになりますが、これでは全然、論文書けませんのでね、えー、これではお話にならないと思ってください。はいえー、大事なのは、まずこれ、原告の立場で言いたいことを考えてねということで、A からすると、 その土地は俺のだということで、所有権に基づいて、返してくださいと。請求はめんどくさいので SK と略しますけども、所有権に基づく返還請求をするよねという、まずこの請求主張、ここから入っていくことになります。 民法の問題の解き方いことは、これも民法の1回目からこれ話しますんでね、えー、原告のまずは言いたいことを考えてくれと、でえー、原告の言いたいことというのは物件、物に関してなのか、債権ということで金なのかとかね、そういう話を言っていくんですが、原告の言いたいこと、まあ、物か金か、今回は物ですね、物返せと、こういうふうに言っていくだろうと。じゃあ、そのための要件は、というと、C 占有、あ、ごめんなさい、A が所有していることと C が占有していること。 ということでね。で、この要件に A 所有というために何がいるちょっとこれは厳密性を若干書く説明にはなるんですけれども、AB 間で売買があったけれども、詐欺で取り消したということで、自分の所有だというね、こういう主張をしていくんじゃないかと。で、占有ということで C が実際に所持していれば、これは認められるよね。ということで、まずは原告の主張が通るかどうかの検討をします。 続いて被告の反論ということで、ここで、よく論文の論点としてね言われるんですけども、第三者の保護みたいな、そんなところがねえ解釈論としてあったりするんですけれどもで、ここで被告の反論どうですかという中で、大事な解釈論を勉強していくということで、この主張反論というのをねえ意識しながら論文を 見ていくで、えー、事例問題見ていって、論文解く感覚で、じゃあ、ここの問題どこで書くのかなっていうと、今回であれば、被告の反論で書くよね、というところをね、意識しながら、まあ、やっていく。これが、まあ、入門講座というね。えー、で、ここの、まあ、前提部分をね、すっ飛ばして論点のところだけさーっとやってるってね、えー、そういう予備校が結構多いんですけども、それをやると、2年目で論文書けませんからね。えー、論文を書くということを意識してるからこそ、まずはどっから書くかと、所有権もづく変換政治で、ここから書くんですよ。で、原告の主張はこうで、これが認められて、で、次、被告の反論でというね、 こういうふうな順番。これをしっかりとね、1年目からやっていくというところがね、うちのクラスで短期合格者がね、結構出てくるというね、そういう要因なのかなとは思います。 はい、えー。そういうことで、まずはね、論文とく感覚でというものをすごいね、えー、結構重要なところですけれども、まあなかなかね、えー、やってるところは少ないかなというね、そんな意識ではあります。そんなね、感覚であります。で、そのために大事なものって結局何になるかというと、この事例ですね。さっきみたいなね、こういう具体的な事例をもとに、条文と当事者目線ですね。これを意識します。条文等に基づいて当事者はどんな主張をしたいかな。 で、その主張が通るかどうかは条文の、まあ、要件と言いますけどもね、えー、条文に書いてある必要条件が揃ってるかどうかというところでね、えー、事例、条文、当事者目線、これがすごく大事だよと。で、えー、それをもとに、まあ、皆さんにお話をしていきまして、で、講義の後はまあ復習ですね、えー、条文に基づいてまあ考えていくとかね、えー、理解と言いますが、これ暗記じゃないんでね。 暗記も大事なんですけれども、納得するというのが法律の勉強ではすっごく大事でね、えー、月焼き場では論文を書けませんので、納得して初めて書けるというね、えー、そういう部分になってきます。なので、納得するという復習をね、できたら2週で4回ですね、えー、ぜひぜひやってみてください。で、えー、復習の仕方というところでね、まあ、いろんな復習の仕方があるんですけれども、まずは講義で、えー、私のクラスであればチェックを入れますんでね、マーカーで。で、マーカー見たところ、まず納得できるまで読んでいってください。で、えー、マーカー引いた部分だけじゃなくて、こうやって板書。 もた板、ねえー、書したところいうのも、まあ、この事例であればこ,っからここまでは板書としてね、えー、しっかりと、えー、まあ前提として見ないとはしゃーないですがこのあと自分で作れるようにするとかねそのあたにもすごく大事になってくると。 ということで、まあ、一応ですけどもね、えー、復習のとき、まあ、テキスト見て、この事例を見て、自分で当事者の主張、反論を考えるなんていうのもね、復習の一つの、ねえー、やり方なのかなと。でそれからですけどもね、き、まあ、今日の、まあ、一応ね、えー、皆さんのお手元にはね、えー、この入門クラスでの、えー、配布している えー、論文重要箇所復習用チェックシートというね、えー、こういうのが、まあ一応サンプルとして、えー、皆さんの手元にね、えー、行ってるかなと思います。まあ、これも復習の時にね、えー、ここをマスターできてるかなという確認のためにね、使ってもらえたらいいかなというふうに思いますけれども、まあこの中でね、えー、テキストに書いてあることだけじゃなくて、版書の内容とかもね、えー、一応皆さんには復習していただこうということで、まあここに、え、一応質問がいろいろと書いています。ね、えー、民法で重要なところについてね、こういう質問があったりするんですけども、 こんな、これ判例の名前なんですけどね。この判例での原告の請求ってどんな請求ですかと。 からけにないので、被告犯、主の反論のどこで出てきますかとか、こういうね、論文に直結するような、このね、知識というかは、まあその考えたたどり着くね、そういった部分ではあるんですけれども、そういったところもね、復習してもらうという感じになっていますし、まあこれを基本的にベースでね、やっていければ、まあ大体の問題ですね、えー、なんとかね、できるかなというね、ところになりますね。はい。まあそれ以外もまあこんな問題とかね、えー、事例問題とかをね、えー、念頭に置いて、で、この事例で、 D はどんな主張ができるか。ね、ここの問題ね。D はこの反論できるかというね。これ事例問題で、まあテキストに書いてあるね、論点なんかをね、えー、復習していくという感じになりまして。まあそういう意味でね、えー、1年目から事例を念頭に置いて、まあ一応復習等をやっていくというね、えー、そういったことが非常にしやすいのかなと思います。まあ2週で4回というのは、この4回見るのはテキストを見直すのを4回ね、えー、繰り返してもらったら結構で、えー、そこの成果を確認するのが、まあこのね、えー、復習用の教材のサンプルですね、えー。そこのところがまあ一旦理解して、 答えれるようになってたらもうそれで OK かなというねそんな感じですんでねまあ一応この復習の教材というのは全科目ねついてます Q&A の Q しかありませんけれどもあの A はテキスト見たらいいからね思い出せなかったらテキストに戻るというねそういうことで皆さんの復習の一応ね指標にしてもらえたらいいかなというふうには思っておりますでこの2週で4回というね復習の仕方なんですけれどももう少し具体的にお話をしようかなと思います はいえー、大体の、まあ一応講座のスケジュールの流れなんですけれどもね。まあ例えばですね、えー、そうですね、春生を想定しましょうかね。えー、春生だと、えー、5月の8日だったかな。すいません。ちょっとまあ適当にしますけどもね。えー、5月の、えー、8日に民法から開講しまして、民法の1回目、2回目と、えー、日曜日ですけれども、午前午後で、えー、6時間。ちょっと最初慣れるまでは大変かなと思いますが、慣れてくると、まあ結構ね、ピンピンしているという感じになるのかなと思います。で 1>, 1週間置いて、もう1回講義があり、翌週の日曜日にまた講義がありという風な感じで、基本的に日曜日だけで一定のスピードで進んでいきますま。これがよその予備校だったりすると、1週間、最初はこういうゆっくりペースだったはずなのに、ね後半からなんか週に3コマとか4コマ増えてるとかね、わけのわからん講座の仕組みになってたりしますけれども、そうじゃなくね安定して週2コマ。 1>, 1回目、2回目の復習、失礼、3じゃない、2回やってもらえたら、まずは OK かなと。 で、一回目の復習は講義時間ぐらいしっかりやればかかると思います。まあ、そこはもうご自身のね、えー、そのインプットで、あー、覚えてる覚えてるとかね、あー、納得してるここはとかね、そういうところは結構さーっとね、行くところだと思いますが、まあ、そこの復習をね、まあ、できる限り二回はちょっとね、見直しするという感じにしてみてください。で、納得できるまでね、えー、ちょっとやってみると。で、納得できなかった場合にはもう一回ね、えー、録画、録音したものをね、聞いてみるとかね、えー、そういう感じでまたね、また復習をちょっと重ねてもらえたらいいかなと思いますが、同じように、はい、ここ、 翌週までに2回は入れるけど、これだとね、民法も24回全部ありますんで、24回目22、3回目ぐらいにはもう民法1回目、2回目抜けてるというね、そういう可能性もなきにしもあらずですが、もう1、2回入れる、まあ、ここもそうですけれども、翌週にもう1、2回の復習を抑えで入れることによって、結構長期記憶になると。 いう感じになります。えー、これ、短期記憶から長期記憶に変える、中ね。えー、そういう、まあ、イメージではありますけれども、まあ、ちょっとね、えー、平たい,言い方するとね、ワクチン1回打っただけじゃ効かないけどね、2回目打ったらこう効くみたいな、そんな話がね、えー、あったりしますでしょまあ、あれに近い話です。ね、えー、1回目だけだと、やっぱり、えー、復習としてはちょっと十分じゃないんで、2回することによって長期記憶化するというね、まあ、ここも、まあ、2回だけでは不十分なんで、顔を2倍にしてますけどね、えー、2回目3、3、えー、回目の復習までだえー、ちょっと弱いので、3回目、4回目の復習 これをすることによって、ね、交代のクラスチェンジをすると、ね、そんな感じですけれども、ちょっとこうね、えー、復習を回数、もう1回2回、ね、これ入れることによって復習、えー、だんだんとね、短期記憶から長期記憶へというね、えー、そういう足がかりができてくるかなと思います。なので、2週で4回というのが理想ですけれども、まあそこはね、忙しいね、えー、時間帯とか時期とかも当然あるでしょうから、まあ2週で最低3回。 で、おそらくですが、3回目の復習はもうね、ある程度頭にパーッと入ってるんで、6時間の講義内容は1時間で復習を終わるというねえ、そういうことも当然出てくるかなと思います。なので、まあ、講義の時間に対応してね、えー、短い復習で済むというね、だんだん回数重ねればね、だんだん復習時間短くなるんで、えー、そこはね、えー、そんなにまあ心配しなくても3、4回くらいまあ復習できるかなというね。で、であとさっきのこの復習用サね、えー、復習用教材ありますんで、この復習用教材の民法とか、まあ、書くかも変わりますが、そこ、 の復習ですね。これらはまあ自分で見、ね、えるかな、書けるかなというね、そういうふうになれたらいいかなと思います。で、まあ、ぶっちゃけて言うとね、実は民法の中でいくと、テキストに書いてない、このあたりのところがすごい重要でね、テキストの復習だけじゃなくて、この辺、まあ、一応、版書なんかでお話をしたりはするんですけれども、こういうまあテキストと、それから問題の解き方に関わるね、そういうところというのはすっごく大事になるんでね、そのあたりをね、ちょっと、まあ入門講座では、皆さん、版書もねしながら意識してね、聞いていただけたらうれしいなと思います。 ということで、まあ、重要項目に絞ってね、論文に使うところに絞ってね、講義をどんどん進めていきますけれども、ランクつけますんでね、インプットの4つ目、重要な項目 WA と A、この辺をまあ中心に復習していただいたらいいかなと思いますが、まあ、条文見てね、必要な知識出てくるかまでいけるとなおいいなと。趣旨要件効果判例って書いてますが、ここは何のことかね、今の段階でわからなければ大事なことが出てくるかと。講義の中でこのあたりを意識しながらまあチェックを得れますんで、まチェックした箇所ですね、条文見ながら出てくる となるとともう理想的というねそういうういいいい感じとと思ってくださいはいまあ、いうことで、まあ、1年目で、ね、結構な、まあ、勉強ねある程度重ねた方は1年目で、まあ、結構ね合格ラインの、まあね、7割、8割ぐらいのね到達点までいまってるかなみたいなね必要な知識についてはまあ大体は入ったかなというねそういうふうになっているところはね結構あるかなと思います。まあ、極力1年目の終了時点でね不安なところ、まあ、結構あるとは思うんですけども わかんないというところは無くしにしておいてくださいね、えー。聞いたらわかるというね、そういう状態には守っていくで。あとは書けるまでね、ちょっとレベルアップしていくというね、えー、こういうのが2年目の勉強になってくるかなというところでしょう。はい。 で、インプットしただけでやっぱりね、えー、なんかこう、分かった気になったけどね、書けてないということは当然起こります。まあ、ここはまあね、中学、高校の数学の問題とね、えー、似たようなところあるんですけども、分かったとできたは違いますんでね、えー、分かったに加えて、できたにするためにやっぱり実際に問題解くというね、えー、これを実践してみてください。まあ、インプット講座だけだとどうしても聞いてて、ふんふんふん、おお、なるほどというね、えー、そうやって終わりになっちゃうんで、実際にやっぱり書くというのが、ものすごく力をね、使い、えー つや、え、なんていうかな、力を積み上げていくね。そういう、まあ練習方法になるのかなと思います。ということで、解き方を 民法ではおすすめね、えー、解き方やりますんでね、原告の請求から入り、で、次に原告の主張が通るかどうか考える。で、それが終わったら次に被告の反論と、これを実際自分でやるんです。事例問題でね。で、えー、それで行くと、まあたい分かってるところ、分かってないところっていうのが浮かび上がってくると思いますんで、で、そこで分かってないところをもう一回復習し直そうと。そういうふうにね、してもらえたらいいと思います。はい、えー、大事なのは、ここね、あの、できなくっても別に気にしないでください。 できたかどうかは、まあ、後問題で、この段階でまだ自分の分かってないところとか、自信のないところを、まあ、ちゃんと洗い出すというね、そこのところが、まあ、重要なところですので、まあ、できなかったからって、なんかへこむこともないしね。で、逆に言えば、できたことは自分を積極的に褒めてあげてください。ね、えー、ここ、すごい大事なところになりますけども、あの、小さな成功体験をいっぱい積んでいくというね、これが、やっぱり自信につながってくるんでね、なので、まあ、自信がないとことか、間違うところはしゃらないです。 しゃあないけれども、そこがなんで間違えたか、それを考えてね。で、知識不足だったら、まあ、えー、もう一回インプットし直す。から、えー、まあ、応用するところがちょっとできなかったのであれば、真似てもらえたらいいですね。えー、やり方を真似る。そういった感じでやっていただくと、まあ、復習としてもね、えー、十分なのかなとは思います。はい。 で、一年目の勉強で、えー、絶対にやっちゃいけないというのはね、えー、文章丸暗記の勉強ですね。絶対にやらないでください。ね。えー、文章を覚えたところでね、書けるわけないのでね。えー、なので、むしろ文章の暗記じゃなくて、まずは文章をね、えー、まあ、ある程度、えー、見て、納得するというね、えー、論文とは本当は納得しないと書けないものになってきますんで、えー、そこは知識の突き焼き場にならないようにね、えー、ここはちゃんと納得するね。ね。よくあるのが論証集みたいなものをですね、こう覚えたりみたいな人がいたりするんですけども、 そんな、ねえー、小手先のことをやってたって論文を書けるようになりませんからね、まあ、さっきも満、ね、喫したところではありますけれども論文の問題大体、えーいいねえー、文章で暗記させようみたいなここの一部分。 の部分だけ切り取って文章で暗記みたいなね、そういう素材がいっぱい出回ってます。そこを覚えたところでね、何になると、全体像を掴んでなければね、全く使い物になりませんのでね。なので、まあそういったこうね、き焼き場的な学習っいうのは、はっきり言って有害無益。ねえー、そういう意味で、えー、ちゃんとね、全体を踏まえて、 こうをインタ、インプットしていくと。ね。えー、あくまでも森の中に木があるというね、えー。そういう感じでこうありまして。この木ばっかり勉強しても仕方がないね。全体をまず踏まえて勉強していくというね。えー、こういうスタイルというのはすごく大事かなというふうに思います。で、二つ目の米印。やっぱりね、えー、万全とした勉強じゃいかんかなと。一年目。これ論文に使うのかな拓印に使うのかなどう使うのかなこれがわからない勉強じゃ意味がないんでね。論文で解くためにインプット。 これをね、普段から心がけていくと、まあ必然的に問題を解くためにね、えー、インプットできてくるかなというね、えー、そういうふうになるかなと思います。えー、しっかりと論文のためというね、目的意識を持ってやっていきましょう。はい。あとは復習教材、先ほどもサンプルね、ちょっとお見せしましたけれども、まあここで、えー、講義のエッセンスがかなり詰まっか,なりしかもほぼね、全部詰まってるね。えー、そういったもおかしくないぐらいのところで、まあそれを中心に復習いただくというね、えー、そういう感じで、1年目の、ねえー、苦手箇所とかそういったものをどんどんなくしてもらえたらなというふうに思っております。はい。 あとは順番ね、え、論文やってて、ああ、拓実もやりたいと思うかもしれませんが、ちょっと我慢。ね、拓実の勉強をやり出すと、細かい知識が入り出して、論文の阻害になりますんでね。なので、論文の、まずは知識を完璧にじゃないけども、まあ、る程度しっかりやった上で、2年目に入ってから担当の勉強を始めたらいいかなというふうに思います。はい。あとは、まあ、やること、ね、しっかりと優劣つけといてください。え、やるべきことということで、まず優先するのは、条文、 テキストに書いてある重要なところの、まあ、一応復習これがもう最優先。 で、その次にやってもらいたいのは、条文をちゃんと読むというね、そういうところになりまして、条文と、それからテキスト、ね、このあたりをしっかりと復習でやっていただければいいかなと思います。で、やらざるべきことってのは手を広げることっていうね、えー、そういうことで、あちこちね、えー、なんか参考書を読んでこれ覚えようとかね。あか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 あ、それやるとね、えー、正直はもう、まあ、はっきり言ってね、えー、足が引っ張られるばっかりになりますんで、ね、ここはもう一本絞ってね、あまりこうね、あちこち手を出すっていうのは、はっきり言って中途半端になる原因ですので、一本絞ってしっかりガッツリ、ね、そこでや やっっててもららえたらなという,ふうに思っております、はい、あとは、うちのクラスね、えー、講義の後に、えー、2週に1回から3週に1回ぐらいかな、加、え、害、ー、ゼミというね、えー、そういうネームで読んでますけれども、まあ、一応問題を解くというね、えー、そういう練習を実際にやってみる、まあ、そういったものを、ね、やっております。まあ、それだけじゃなくて基礎知識の確認ですよね、えー、ここがポイントだからここしっかり押さえておきましょうみたいなね、えー、そういう感じの加害、まあ、ゼミというのをね、不定期でやっておりますので、まあ、ライブクラスぜひ、ね、参加いただけたら嬉しいなと思います。 はい。あとは、ま、優先順位ね、つけていきます。メリハリ付け。もうテキストに、マーカーを徹底的に引いていただきますけれどもね、え引いてないところはもうどうでもいいので、ねえ、引いたところと引いてないところの春別ですよねえ。この辺は少しね、意識してもらえたら嬉しいなとは思いますね。はい。あと、テキストに、条文。この二つが二大柱。 で、そこに、まあプ、追加するものとしたら、レジュメですので、ね、まあ、マックスレジュメまでですね、え、それに絞っていただくといいと思います。で、手を広げすぎないようにね、先ほども言いましたけども、え、手を広げると、まあ、はっきり言って自殺行為に近づくんでね、やめといてくださいね。えー、あとは、まあ、ランク付け A、B C D、A, B, C, D, A, W, A か。W, A, A, B, C, D, A とね、えー、一応ランク付けていきますが、まあ、1年目で扱うのは、論文の重要箇所ということで、W, A, A が中心になります。もちろん、B、 までがね、論文で使い得るということで線引きしてますんで、B 以上がまあ論文上の重要な箇所、C、D とランク付けた箇所、択一では使うかもしれませんが、択一で優先するのは C なのでね、D ランクのところは択一でも一旦保留というね、それぐらいの優先順位をつけてね、やってもらえたらいいんじゃないかなとは思います。はい、あとは学習時期のところもね、1年目でやるべきなのか、2年目でやるべきなのか、そのあたりね、ちょっと自分自身でやってるだけではなかなかこうね、自信がなくなるところではありますが、まあ、学習時期、 基本的にはね、えー、どうでもいい応用的なところ、あと基本的にこれは択一用のところね、択一用のところ中うのはもう2年目に回すというふうな意識をね、しっかり持って勉強していくことにしていってください。はい、ということで、まあおすすめの勉強方法ということでね、この辺りまでのところがまあ中心でありまして、カッコの3番以下ですね、次のところですね、まあ、この辺りはまあね、おまけに近いところのお話かなと思ってください。まあ、勉強方法の指針 そして1年目と2年目でちょっと割合が変わるかなというのが私の個人的な意見ですね。で1年目はやっぱりインプット中心の方がいいかなと、まあ、いろんな予み校ありますけれどもね、えー、インプット重視なのかアウトプット重視なのかというね、えー、そういうふうなまあ一応違いがあったりしますけれども。 インププッットトトをおろそかにしてアウトプットはできません、えー、これは僕も、ねえー、長年ちょっと指導しながら、ね、感じてるところであるんですけれどもインプット適当にしてアウトプットいきなり入れっていうね、えー、そういう人もいるんですけどもちょっと待てとね何もわからないのにアウトプットできるわけがないんでねなのでまずはアウトプットするに足りるだけの最低限の基礎知識ですねでこの最低限の基礎知識いうところが論文用の ここですね主張反論の枠組みある程度できる中でのアウトプットです。なので問題の解き方もはっきり言って最低限分かってないそれから 原告の主張被告の反論のその大きな枠組みすらもインプットできてない、こんな段階でいきなりアウトプットなんかできませんのでね、ねなので、やっぱりインプットをある程度やった上でのアウトプットにしないと、はっきり言って結局ですね、あのじゃあどう変えたらいいのかっていうね、えー、そこのかところがわからないでもう丸焼きしたいってね、そうなってしまうんでね、なのでまずはインプットのところしっかりやりながら、アウトプットは1年目では補充的にやる。 そんな感じですメインはインプットにした方が結局は急がば回れというねそれになるのかなと思います。はい。で、ある程度1年目でしっかりインプットやってれば2年目以降問題の検討でしっかり時間が取れるようになりますんでね。なので2年目以降の中心。 ま、基本的にはインプットが2でアウトプット8になるね。えー、そういう感じになるように、1年目で8、2でやっていただくといいです。これ1年目でえインプットをおろそかにしていると、結局ですね、2年目に入ったところでインプットがしっかりしてないために、もう1回インプットをやるはめになります。そこでもう1回インプットをやるってことは、時間をそんだけロスするってことになりますんで、そうなると2年目でやるべき問題検討の時間がなくなる。 そうならないようにね、やっぱりインプットが先というね、えー、そこはもうどんだけですね、えー、そのアウトプットができないと、インプットはね、意味がないというふうに思うかもしれませんが、やっぱりある程度のこうねインプットをした上で、2年目の臨んだ方が、結局は早くね、ね時間ね、効率よく合格に近づいていけるかな、そんなところだと思ってください。 はい、ということで、まあ、インプットをね、おろそかにした、アウトプット中心型のものね、ところもありますが、ちょっとどうかなっていうね、えー、それ、まあね、結局は2年目で苦労するだけだなっていうね、それは正直なところを感じていますね。えー、いろんな大学なんかでね、いろんな学生さんとお話し,しますけれども、まあ、結局ですね、1年目のアウトインプットであまりね、やってなかったがために、2年目以降、結局もう一回インプットでやり直してるっていうね、そういうのはまあ結構目指しますね。やっぱりインプットを、論文用のインプットということで、しっかりと1年目ね、えー、意識絞ってね、やっていただけたらなというふうに思っております。 はい、あとは3番で他校との違いということでまあね予備校選びでね、えー、なんかちょっとね、えー、考えてる中で、えー、この動画見ていただいてる方ね、えー、この、えー、講座ね、えー、ガイダンス見ていただいてる方にはね、えー、ちょっと参考にしてもらえたらいいかなと思いますが他校のまあ一般的今でもやっぱり一般的と言わざるを得ない勉強方法が先ほど言いましたところでいくと論点と言われる、ねえー、そこの主張反論の中のパーツですね。 パーツを勉強するというそういうやり方にどうしてもなっているというね、全体を踏まえて、条文を踏まえて考えてくれというふうに思うにもかかわらず、どうしてもこのパーツ部分、ね、それに1本絞ってしまうので、大事な条文とかが見落とすし、結局は文章そのものを暗記してしまうという方向に走ってしまうと、これはちょっとまずいだろうと。 問題の解き方の全体像を踏まえてどこで使うのかが分かってないとそのパーツ全く使い物になりませんのでねなのでここはもうねちゃんと全体像を踏まえて論文を解くためというインプットをねしっかりとやってほしいというところとあとは2年目で ね、一年目と二年目で講師が変わるとね、講師ってもう法試験協会の講師ってね、ものすごく癖モノだらけなんでね、えー、はっきり言ってまあ A 講師が言ってることと B 講師言ってることはね、なんか違うぞってね、これはもう往々にして起こります。で、そうなると結局、一年目でインプットしたのに、一年目で言ったことを二年目講師が否定してとかですね、そういうことが起こりかねないんですよ。なので、まあここのまあ連携不足というのはもうどうしてもね、起こりがちなんで、まあそこはうちのね、レックのね、クラスであれば、基本的に二年目の主要講座まで全体一貫でね、やりますんで、そういう意味で、まあ 多不足は生じないかなというのももちろんですし、まあ、ぶれがないので、勉強のしやすさですね圧倒的かなというね、そういうところはあるかなと思います。はいえー、それから、まあ、あとは学習順序もね、うちの、まあ、予備校特徴かと思いますけれども、えー、系統別です、えー、試験科目というのが、司、え、法、ー、試験の科目、広報系と言われる科目と、民事系から刑事系という3系統に分かれます。 広報に入るのが憲法と行政法民事系が民法、商法、民訴法刑事系が刑法と刑訴法刑事訴訟法ということでこの7科目が中心になる、ねえー、科目になりますでよくある予備校の順番は県民刑 商法・民軽行政こういうい順番ですバラバラです進め方がそうじゃなく系統別ということで、まああのー、先取りクラスという2月から始まる方は憲法スタートで兼・行とやります春生は民商・民訴という順番でやりで秋クラスの方は憲法憲法から始まりということでありますが基本的にやっぱりこの系統別の学習というところがうちの特徴かと思います 春瀬だったら民ショー、民、小、民、素、系統でやりますんで、この3つね、えー、時間、 非常にこ近いところでありますので、一体の理解が非常にしやすいんじゃないかなと思いますね。民、小、民、訴民,民法でやったことが商法に行き、で、民、小でやったことが民訴に行き、で、実を言うと、民訴でやることを前取りして民法、商法でやりますので、ものすごい強固なね、えー、その基礎中のが出来上がるかと思います。で、これを、県、民やって刑法やった頃には、もう大体民法忘れてますんでね。えー、なので、県、民、刑なんて順番のバカバカしいね、えー。そんな感じになりますし、県民刑でやった場合、行政法が一番最後に来ることが多いんですが、 頭とお尻でね、もうやったこと、行政法やる頃には憲法忘れとるわっていうね、えー、そんなことになりかねませんし、えー、実は言うと憲法でやることは、 行政法の先取りがあるので、行政法でやるよということを意識して憲法でやるだけでも、その後憲法から行政法に移ったときに、あそこでやっぱり、やっぱり行政法でね、学習した、ここが憲法に生きるんだ、ね、えー、いうことで一体のものとしてね、いけるかなと。近いところでやればやるほどね、記憶というのもね、非常に、えー、インプットしやすくなってくると思いますので、まあ、この系統別っていうのはすっごくね、大事な学習方法かなと思ってください。はい。 ま繰り返しになりますけども、全科目、一貫指導というね、主要科目ですね、7科目、これも一貫指導させてもらってますんでね、2年目も含めて、まあ、ていうかな、ブレがない、そういう勉強ができるかなとは思います。はい、インプット、アウトプットも変わりませんのでね、なので、その意味でもね、勉強しやすい感じかなと思います。 あとまあ、ライブクラスいうね、え、これがまあ一応牛のクラスというかね、え、レックのね、え、一応牛、売りの一つでもあるかなと思いますが、ライブクラスの一番いいとこって何ちゅうと、講師に直接聞けるというね、そこです。え、ライブクラスのね、え、だけの特典ですよね。え、講師に直接聞いて分かんないところを解消できる。ね、え、そこがまあ一番の大きいところで、まあコロナ禍が収まればね、飲み会も行きたいなと思ってますけどね、え、飲み会とかも含めて、まあいろんなね、え、こう、え、人的な横のつながりというのもね、え、ライブクラスの特徴かなとは思っています。はい。 ということでまあ一応最後になりますけどもね、えー、これからの勉強で、えー、ちょっとね意識しといてほしいなとい2点だけお話ししてね終わりにしようかなと思いますまず1点目ですけどもね勉強時間まとめて取れる時もあればまとめて取れない時っていうのがね、えー、結構あるかなと思います、まあ、なんかね、えー、今日のところは30分しか無理とかねもうこれも仕方ないんでね この時に隙間時間で何をするかっていうのはあらかじめ決めておくといいと思います。えー、普段ね、えー、その入門のインプットの復習ってどうしてもある程度まとまった時間がね、えー、必要になってくるというところがありますけれども、えー、細かいね、えー、隙間時間。ここはいろんな使い方ができましてね、えー、条文を読むとか、あるいは先ほどやりましたが、このえ復習用教材でわからないところのピックアップするとかね、これであればそんなに時間かかりませんからね、えー、これ見て、うーん。 1一個1個見るのに3時間かかるのは絶対ないからね。えー、なので、1個1個見てね、えー、ああ、これで、ね、ああ、ちょっと無理だなとかいうところをピックアップするというのも非常にしやすいので、なので、まあ、こういった隙間時間で何するかというね、えー、ここはまあやるべきことでいけば、まあ、条文読むであるとか、 あるいは問題解くのも一つ。それから、こういったね、復習用教材で、えー、一応、まあ、これも簡単な問題を解くという、そういう作業でありますので、えー、その復習用教材でのね、えー、復習をちょっとやってみる。そんな感じでね、えー、ちょっと隙間時間というのをうまくね、えー、使いこなしていただけるといいでしょう。まあ、あのー、電車の中の移動とかもね、えー、これも隙間時間になるかなと思いますが、あとはね、お風呂の中とかですね、あるいは寝る前の直前とかね、それなども一応いろんな隙間時間があるかなと思いますので、まあそこをね、うまく使っていただけるといいかなと思います。 あとは気持ちのコントロールですね。 勉強してて、うまくいくときばっかじゃないんでね、えー、うまくいかないとき、いうときにも、まあちゃんとね、えー、プラスですね、基本ポジティブにいていただいたらいいかなというふうに思いますね、えー。試験の当日についてもね、同じことが言いますけどもね、自分が解いてて全く解けないな、うーんとなってるやつは、他の人もきっと解けてませんからね。なので、えー、そこはもう自分の気持ちをできたらポジティブに、ねえー、他の人ができないことね、俺はできるんだ。ね俺のできないことは他の人もできないんだぐらい傲慢な気持ちになっていただいてもいいぐらいですが、あ ととはやっぱプラスの気持ちということで、えー、やはりね、できたことに対して自分の小さな進歩でもいいのでね、えー、そこは自分を褒めるというね、えー、そんな感じでちゃんとね、自己肯定感というのを高めていただくとね、えー、非常にこう勉強にもね、前向きになりやすいかなとは思います。どうしてもなんかこうね、できないできないできないとね、えー、思い込んでしまうという方いるんですけれども、えー、そうじゃない。えー、そこはまあね、できないじゃなくって、今までできなかったことができているようになってるじゃないかというね、えー、そういうプロジティブな感じでね、えー、やっていただくといいでしょう。で、もちろんまあ楽観的すぎてもあれかなという気がしますけども、 あの困った時ほどですね、意外に自分が味方なんでね、一番最後まで誰が味方か、ちょっと自分自身が一番最後まで味方なはずですから、ねえ自分自身を最後まで信じるというね、そういう感じで,で、自分で自分を褒めるというのもね、非常に役立つことかなというふうに思います。まあ、そんな感じでね、まあ一応辛い時もまあ,あるかもしれませんけどもね、基本的にはポジティブにねやっていただければいいかなと。まあ,あ、たまには休みもね入れていないてもちろん結構ですので、休憩時間ね、もちろんいいし、ねえそれから、なんだろう、え、ー 気分転換ですね。えー、ここ僕自身は大事かなと思ってますけどね。えー、気分転換で、ねえー、もううーんとなったらですね。まあいろんなこうスポーツするなりですね。あるいはこう野球観戦するなりですね。えー、あるいはスキーに行くだりですね。まあいろんなことがあるかなと思いますけれども。まあ気分転換というのもね、えー、すごく大事で。まあ一応ね、えー、そんなにこう時間取らないのであればね、えー、ぜひぜひ気分転換もぜひぜひね、やりながら勉強を進めてもらえたらなというふうに思ってます。 ということで、えー、じゃあ私からね、予定したお話、いうのは以上になります、えー。最後までご清聴どうもありがとうございました。これで、えー、ガイダンスの方はね、私からの話は終わりますけれども、えー、スタッフからの話ね、ライブとか、ズームの方ね、ありますんで、またね、ちょっと聞いていただければと思います。ということで、私からのガイダンスは以上で終わりです。どうもお疲れ様でした。<laughs>